まずは反復横跳びです。これはちょっとやっぱ大沼がね、そうですね、気が気じゃないでしょう、ね、抜かれたらどうすんだってなりますもんね。いやそうですね、本当に反復横跳びが出た、そう、反復横跳び久しぶりに聞いた、本物だ。反復横跳びしか取り柄がないので、これを奪われるわけにはいかないなって思います。何回も言うけどそんなことはないのよ他にも取り柄いっぱいあるのよ。そうそう、はい、大沼の反復横跳びの記録は何回でしたっけ。ケアかけ時代は57回です。57回、はい、果たしてこれ3期生が抜くのか、ね、これは見ものでございます。絶対的な王者大沼が王座に君臨する反復横跳び。力入ってるな庄司さん。そうですね。あら、エンリコ。大沼さんの大沼スタイルを超える気持ちで頑張ります。でも負けず嫌いやな。大沼さんは57回です。じゃあ58で気持ちは。ごめんなさい、調子乗りました。おあ、早い、かわいい、なんかすごい体感になっちゃうみたいな笑っちゃう。めっちゃ絶対もそれ44回です。でも気持ちは勝ちました。今のスピードで44回、心の中で。あら、小田倉さん、ちょっとリズム感があんまりなくてよーい、カメラさん逃げて、ちょっとやだ、可愛い子の声本当にやだ。ちょっと待って待って。これやばいでしょ、記録。32回です。すごい変な汗が出てきました。そうだろうね。こっちも変な汗出てきた。谷口はできんじゃん。最下位にならなければいいかなって思うので。スピードありそうだけど。今のところ最低は小田倉さんの32回です。32回は。絶対大丈夫です。絶対大丈夫です。よーい。え？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 踏まなきゃいけないみたいになってる。うまいかもしれない。危ない。危ない。同期の再会は小田倉さんの32回。あ、じゃあ33で負けなきゃいいんだよね。さっきの小田倉さんのやつ見ましたか。めっちゃ馬鹿にしてんじゃん。馬鹿にするなよ、すぐ人を。足が分からなくなった。すごい手当てるけど楽しそうな反復横跳びだね。パーティー反復横跳び。上半身うるさいもんね。34回すごくないですか。途中分かんなくなっちゃって、なんか足で乗って運ぶんだっけと思いながら。小田倉さんには勝ちました、ね、あれに負けすごい。いやいや、なかなか思い出したかったけど。その後も大沼の57回の記録に届くものはおらず。あ、出た、村井。こうなったら大沼を超えられるのはオールラウンダー村井だけか。確かに低いね、体勢が。足首危ないよ、足首危ない。かなりいいペース。ついに大沼超えの記録が出たか。すごい、でも速い。果たして記録は51回です。57ってすごいな。すごい。ということで反復横跳びの結果は大沼半端ねーでした。いやー、ということで大沼半端ねーってっていう改めてすごい記録だったんだね。ねえ、やった。王座は守りましたよ、大沼。いやー、よかったです。生きていかれます、これからも。本当に他にもあるから。でもすごいね。ただすごいなっていうことを、なんか気持ち悪い動き。どうした誰ですか。ちょっと小田倉がまずね、あの反復横跳びをやったことがなくて。え、授業とかさ、なんかね、体力測定の時ないの、なかったです。今ないのかな。
いや今もあります。ある、はい、あります。周りある。だから船員とお嬢様学園だからでしょ。反復横跳びなんて野蛮なものうちはやらせませんラインの上を越える女子なんてよくありません。ラインの上を歩きなさいそうか、ちょっと向井はね、思い出してごらん、おなくらのやつ知ってる。あの向井さんは反復横跳びだけじゃなくて、うん、あの 50m 走の時に、うん、私絶対1位になるっていう自信があって、はあ、それで2位になった時に、うん、もうすっごいバカにしてきたんですよ、うん、自分はもっと遅いのにね、はい、いやでもなんかすっごいやばかったよねみんな仲間がいるじゃん、ここにすごくて、なんか待機時間に私たちがなんかもう遅くて無理だよみたいな言ったら誰が一番遅いそういう感じの小田倉来たかましてきたんだ小田倉が。やっぱあれだね、こういうのって双方の意見を聞かなきゃ分かんないもんね裁判ってちゃんとやんないとねあとはなんか谷口が意外とというね。そうはね、足が本当にどこ行ってるのか分かんなくなっちゃって、うん、なんかある大沼からアドバイスみたいな、なんだろう、もっと真剣な、なんだろう、覚悟を決めてやるっていうの反復横跳びに対しての反復横跳びはやっぱり覚悟を持ってやらないと。